はい、マノチです。よろしくお願いします。日米野球の代表チームがメンバー決まりましたね。もう早速決まったその直後に動画を撮る。なんかすごくやる気のある YouTuber みたいだろう。気持ち悪いな。よし、やっていこうぜ。試合自体はね、監督プレイでやるんだけども、基本的にお任せでやります。もう観戦モードでもいいんだけども、観戦モードだと全球見なきゃいけないんだよね。全球見るのはさすがに時間がかかるので、監督モードでお任せで、観戦しながらという感じでやっていきたいと思います。オプションじゃねえな、試合設定か。まず延長はなしで、9回で球数制限65球にしましょう。コールドもなし、監督勝負の一発勝負なし。これで、基本的にお任せにやっていけばパン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 進んでいくと思います。うちの監督って誰になってんだろう。マノッチ選抜は工藤監督かな。向こうは稲葉監督になってます。あと変えるところ、オーダーですか。オーダー見ていきましょうか。はい、マノッチ選抜はこんな感じでございます。そこそことか相当強いですよ。どうしても侍ジャパンの方で、この選手入んねえんだって選手がいっぱいいたから、相当強くなりました。だって菅野選手が入っていく感じ、うちにね、相当強いですよ。はい、じゃあ、先発は菅野選手でいきます。んで、野手陣ですね。ちょっとね、足の速い外野手が多くなっちゃった感じですね。どうしましょうか。このままでいいんじゃないですか。サード、調子のいい松田選手いきますか。厚をやろうぜ。ショートどうしようかな。まあ、今宮選手かな。大和選手は、まあ、俺が好きだからという理由と守備要因で完璧だと思って入れました。まあ、こんな感じでいきましょうか。はい。相手のオーダーは選べない、選べますね。相手はこんな感じでございます。相手の先発ピッチャー岸選手でいくか。このままでいきましょうか。野手陣、なんとなくオーダーこんな感じになるんじゃないかなという俺の予想です。キャッチャーに関しては俺は多分甲斐選手が入るのかなと思うんですよ。ただなんか攻撃力重視で森選手にしました。相澤選手の方があるの攻撃力わかんない。まあ、調子いいし森選手いきます。はい、こんな感じです。よし、行きましょうか。まあ、基本的に、丸ボタンポチ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 押して見ていきます。東京ドームです。ジャパン対マノ、この一戦を送り、まあ、もちろん侍ジャパンに勝ってほしいというところはあるんですけど、マノチ選抜と言ってるぐらいですから、で俺はマノチ選抜側をコースするわけですから、まあ間の内選抜側の応援でいきます。右の岸登板です。11月の9日かららしいですね。日米野球はちょうど俺が手術する日です。さあ、注目の立ち上がり、先頭ここを基本的にお任せで進んでいく。あ、やっぱ監督工藤監督でしたね。第3球を投げた、チェンジアップ。まあ、別に誰でもいいっちゃいいんですけども、その地となるチームがソフトバンクでやってたんで、そのままでした。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の近藤。投球はこれから3球目。アウトロー。まあ、しゃあないですね。最後は伸びのあるストレート。球数制限があるんで、そこはなんか面白くなってくれればいいなとは思ってます。右の菅野、マウンドに上がります。まあ、打たれないでしょう。そうそう。今日は配球にも注目したいと思います。大丈夫でしょう。1回の裏、ジャパン攻撃に入ります。トップバッターは秋山。打ちました。初球打ち、サード後方のフライ。どっち勝つかね。ランアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは菊池。第4球を投げた。打った。両チームとも強いとは思うんですよ。まあ、なんだろう、その分かりやすい差がないと思うんだよね。若干マノッチ選抜がちょっと守備位置がなんか怪しいかなとかあるけど、よく取った。本当にね、うち外野手をねどうしようかなってところで迷ったかな。決めるときはリプレイをご覧ください。一回が終了しまして、二回のうちもヒットと攻撃に入ります。この回の先頭バッターは井上、投げました、打った、源田、ボール4番バッターを誰にするかも迷ったかな、今の選抜は。てか丸選手が外れてますからね。こ
あの丸選手を入れたかったんですよ、もちろん戦力的に。お、ヤバーチ入れたかったんですけど、丸選手を入れると広島色が相当強くなっちゃうかなと思ったんです。バッターは6番キレタ、大きな声援が届いています。打ちました、左中間のフライ、センター前進掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。さあ頑張って、第1球投げました、初球を打ちました、ショートバック、ショートから一塁送球、まあ、両方いいピッチャーですからね。ここはうまい守備に阻まれました。3アウトチェンジ。本当はこの動画も生配信で行こうかなと思ったの。生配信でこうベラ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 みんなと喋りながらさ、なんかそのオーダーどうなんだとかさ、この前実写動画で生配信やった、うまい。生配信やった時、侍ジャパンのオーダーの話をしてたのちょこっと。で、すげえ楽しくて、でゲーム実況の方でもさ、その野球画面が映ってたらまあしやすいじゃない。そういう話をしたいなと思ったんだけど、あの MLB の動画を生配信でアップした時に、俺お尻痛くなって途中でやめちゃったじゃん。それがね、ちょっと自分の中で引っかかってて、今やったらまあ大丈夫かなと思うんだけども、もしねまた同じように途中でやめるとかなったらさ、さすがになと思って、だからやめときました。こういう感じでまあ動画を撮ってアップって感じにしました。もうちょっと調子良くなったらまた何かで生配信しましょう。と言っても、おそらく明日にはなると思うんですけど、映画の生配信はあるんだけどさ、MLB のねナガッチ生配信途中でやめてしまったのは俺本当にね申し訳ないなと思ってて失敗したなと思ってて、まあ、俺が悪いんだけどさ、調子に乗って遊びすぎたというか。うわー、さすがだねナガッチ。試合が動きましたな。それ俺が休んでる間に能力のアップデートが入ってたんだもんね。全然全選手の能力チェックもしてないし、まあもちろん動画も撮ってはいないんだけどさ、今さら動画を撮る気にもなれないし、ね、あの選手交代だけは自分でやってきます。うわーすごい。例えば代打とか、ピッチャー交代とか、あとバント盗塁、そこら辺も自分でやっていいかな。その他は基本的にお任せでいこうか。素晴らしいな、ね、バッチ。先ほどのプレーです。右バッターボックスの4番山川、今日の第一打席は、あのさ、今侍ジャパンが勝ってるから言うわけじゃないけどさ、この打順決めたの俺だから。この打順決めたの俺だから、すごい機能してるでしょ。最初のバッターボックスは内野、打ちました、これは内野ゴロ、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウト。9回までだしな。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターはピッチャー変えてってもいいような気もするけどね。打ちました、ピッチャーライナー真正面、これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、高めボール球、長地さすがでございます。近藤ナイスバッティングです。俺ならフルスイング。井上、最初のバッターボックスはショートゴロに、よっしゃー、いいんじゃないの。レフト素晴らしい、掴みました、ナイス守備。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは5番吉田、これが2度目のバッターボックス。あっと引っ掛けた、ライト方向へ持っていきましたが、掴んで、これ1点でもいいから欲しかった場面ですな。1塁ランナー、4回の裏ジャパン攻撃に入ります。まだ菅野選手いきますよ。先頭バッターは DH の山田、第1打席初球を打った、菅野取った、一塁送球、アウト。まあできるだけ菅野選手で引っ張りたいかなと。バッターは7番外崎、第1打席はピッチャーフライに倒れています。打ちました、引っ掛けた、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番、どっかで代打出したりとか、なんか動きたいは動きたいですね。変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。5回の表、3点を追いかけます。間の攻撃に入ります。トップバッターは平田、打ちました、走れ源田、ボールを取る、惜しい、これでワンアウト、ランナーはありません。
西武から何人選ばれたんだっけ、6人だっけ選ばれたの。ちょっと人数、お、人数は確かじゃないですけども多いもんね西武ね。右バッターボックスは8番伊藤、今日の第1打席はスイングアウト、投げました流し打ち山川。ただ今岸選手が約60球投げてたから、まあ、次のイニングでサヨナラしてくれるでしょう。この回の攻撃は菅野選手の方が球数少ないのか。ただまあ菅野選手もこのイニングで終わりかな。一番嫌なのがこのイニングの途中で変えるってこと、それがなんかすごく中途半端で嫌だ。ピッチャー誰でいく次。もうぶっちゃけうちに誰がいるかとかあんま覚えてないからね。井上そのままベースを踏んでツーアウト、先ほどツーランホームランを放っている柳打ちました。一二塁歓迎、素晴らしい。菅取ってアウト、スリーアウトチェンジ、三塁ランナー。ゲーム後半にそろそろ追いついていかないとさ、なんか代打でも出しますか。野間くんの調子が悪いですね。糸井選手とか言ってみましょうか。なんか面白そうじゃない、外野手いっぱいいるしどうにかなるべ。バッターは代打糸井に変わりまして、次は6球目、投げました変化球、しゃーない、三振、高めの変化球にやられました。岸降板、左の高梨、打順はトップに帰って鈴木、今日は三振とセカンドフライ、高め空振り三振、2者連続三振。バッターは2番浅村、今日はショートフライとピッチャーライナー、スライダー空振り三振、3者連続三振、間の2者連続三振に打ち取られたぜ。久々言ったわ。中村翔吾選手ってショートできないの？ショートいいか、そっか、どうしよっかな、どうしよっかな。大和選手いくか、ここで大和選手入れますか、はい、さあここは守備を変えてくるようです。6回の裏、そしてピッチャーも交代します。どうしよっかな、石山選手、はい、間のピッチャー交代です。第2球投げました、なんだ家揺れてるぞ、地震か、ショート右横のフライになりました、ショート落下点に入りました、ショートもうね、どうにもね家が古いせいかね、でっかいトラックが通っただけで揺れるんだよね。あ、地震だ、投げました、149キロ直球、地震です、空振り三振、石山見事なピッチングです。そんなに大きくはなかったな。左中間へのフライですが、取ってこれで3アウト。やだよね地震ってね。石山なんかさ、得点に抑えています。もうこの先100年は無理かもし無理だと思うんだけど、地震というものに対して何か欲しいよね、なんだろう、安心できる対策っていうかさ。さあリプレイです。バッターは4番井上。この恐怖感に怯え続ける生活ってやっぱり嫌だよね。一塁送球アウト、井上いい当たりでしたがショート正面でした。これでツーアウト、勝てる気しねえ。バッターは5番吉田、投げた打ちました。いやいいんだよ、侍ジャパンが勝ってなんぼだよ、そこは分かっちゃいるけども、分かっちゃいるけどもさ、ピチョコダイ。俺の好きな宮西選手で、はい、間のピッチャーを変えてきました。投げた打ちました、これは内野。左のもう一枚を誰にするか迷いました。宮西選手はもう決まったんですよ、もう一枚欲しかったんですけども、クモン選手を最初考えたんだけど、そして日ハムしか左いねえじゃんと思ってで変えました。森いいバッティングを見せました。バッターは9番源田、これが3度目のバッターボックス、打った取りました、よっしゃい、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません、投げました、打った、流し打ち、まあ 3-0 だけど、なんか言っても投手戦みたいな感じな試合ですね。3アウトチェンジ、結局高梨降板、8回の表、なんかこう左に強いバッターとかいませんか。いた、青木選手、あ、そのまま守備つかせればいいじゃん。ピンチヒッターは青木、平田に変わりまして、第6球を投げました、
外のボール球、よっしゃーいね、バッチー。いやー、ここ1点ぐらい取ろうぜじゃないと面白くないよ。青木ツーベース。右バッターボックスは7番松田、今日3打席目。宮崎選手は左 C か、いや、ここは宮崎選手でいこう。でそのまま守備使ってる感じね。間の内打構成に出ます。さあ次の投球、打ちました、うまい、ヒット、ライト前ヒット、抜群の采配力。宮崎ナイスバッティング。いやー、ダイソーダッシュ走らせたいけどサーズできる選手がいなくなる。あ、大和選手がいるか。あ、大和選手もう出てんじゃん。あ、中村翔吾選手できるか。いや、西川選手出して走らせたいんだよね。二三塁にしたい。いや、 しようどうせ9回で終わりだ。起用します。盗塁の指示は OK だもんね。ちょっと待って、代打も出し、田村くんいるから、どうしよう。待って、ここで中村翔吾選手出したらまずいか。まずいような気がしてきたということで、いや、ここは光さんを信じよう、調子がいい。いや、待てよ、何か動くのもありだな。いや、ここは光さんを信じよう。ダイソーだけ、あ、ダイソー出したね、よし、盗塁、ランナースタート、投球ストライク、キャッチャーに二塁セーフ、オッケー。あの重要な場面で盗塁を決めてきました。ジャパン、ここで前進守備をします。流し打ち、あー、右へのライナー、取りたい。これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。投げました、打ちました、殿崎掴んだ、これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。頼むぞ。1球投げました、初球から打っちゃった、サード右、あのね、詰めが甘い自分で言ってて悲しくなるけどね、もう教科書通りの詰めが甘いってやつだこれは。はい、こんな感じでいきます。さあここは守備を変えてくるようです。じゃあこの回は上位打線から始まります。先着交代、今日はここまで3打数1安打。間のピッチャーを交代します。宮西第3球を、いやー、というか今の攻撃で点取れなかったのは痛いですね。ガンガン動かしてからね、俺ね、中崎選手えぐいな。打ちました、行ったか、どうだ、入るか、ワンバウンド、ヒット。いや、ここで点取られたらもう終わるぞ、正直心が折れるぞ。バッターは5番筒子、さあ第2球、だずるくない、集中したぞ今向こう、俺は集中すらなしでやってるからね。そんなところで集中されたらさ、ナイバッチ、いや、侍ジャパン強いな。バランス取れてるよね。まあ、打順とかは分かんないよ、正直実際のところどうなるかってのは分かんないけど、なんかチームのバランスが本当に取れてる気がする。やっぱりプロが選ぶねって感じだね。あれ、ごめん、石山選手かぶってる今気づいた、ごめんごめんね、石山選手かぶってた。投球これから2球目、低めボール球、ピッチャーライナー、これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、149キロ直球、空振り三振。右バッターボックスは4番井上、まだ最後のバッターになるのか。いや違うわ、ここは俺が選んで4番を信じるわ。第3球を投げた、打ちました、セカンド取り、ゲームセット。よく勝ってくれました、強かったですね、本当に普通に強かったわ。はい、ということで侍ジャパン VS 間の内選抜終わり、頑張ってね日米野球、終わります、バイバイ。